こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。お、初代プレステやん。プレステ3で HDMI 出力してるぜ。多分、綺麗なんだろうね。動画ソフトで、ノイズ除去もしたぜ。おお、懐かしい、ナムコ。消えるぜ。はいよ。レイジレイサーのオープニングムービーね。ウプ主大好き、永瀬玲子が初登場する作品だ。さすが、ウプ主。それなんだが、ウプ主もすっかり忘れていて。実家で、セガサターンの形の CD-ROM 入れを見つけたら、セガサターンの CD-ROM の中に、裏の黒いこれを見つけたぜ。ウプ主、基本的にセガのソフトもハードも大好きだもんね。そういや、そんな自虐的な漫画あったよな。そんな黒いもの入れないでー、なんて漫画ね。おいおい、霊夢、もうやめとけ。裏の黒い、プレステの CD ロムのことでしょ？そうだ、話を永瀬玲子に戻そう。ちょっとしか出てこないけど、永瀬玲子なのよね。設定上の名前は、永瀬玲子だぜ。ま、ムービーの技術も進化するし、これが初登場だし。だんだん、変わってくるよな。それで、今回は古いのばっかり見るの？いや、古い順にだんだん新しいのを見ていくぜ。それも、永瀬玲子の出る作品だけな。やっぱり、ウプ主、変態。なので、リッチレイサー7まで行くぞ。そうね、それにしても、ナムコのムービーはかっこいいわね。ああ、ゲーム画面は、ポリゴンカクカクね。時代だな。そうね、これでも当時は感動してたのよね。じゃ、次の作品行くぞ。はいなぁ。次も古いが、プレステ5版なので、まあまあ綺麗だぜ。あ、もしかしたら、あれね。該当するのは、2つしかないけどな。ま、綺麗だが、微妙にちらついていたので、ノイズ除去したぜ。出るぞ。あ、また、ナムコだけ。ほな、消えよか。はいはい。Yeah.
R4 リッチレーサータイプ4、だぜ。R4 で、いいわね。好きなように呼べばいいんだが、どうだった？ R4。 これ、さっきのレイジレーサーの、何年後？発売日で言えば、2年後だぜ。まだ古い感じだけど、進化してるわね。でも、また永瀬玲子が、変わったというか、進化したわね。それに、永瀬玲子を見せるムービーになってるだろ？そうよね、いきなり永瀬玲子から始まるし、いっぱい出てくるわね。ま、ツッコミどころ満載だが、ムービーにストーリーがあるだろ。あるある、ツッコミどころは置いといて、スタイリッシュなムービーだわ。また、女性ボーカルの歌がかっこいいよな。かっこいいわ、昔からナムコは得意なんだね。まあ、うつ主の若い頃に完全にシンクロしているしな。永瀬玲子のモデリングは別にして、ムービーとしたら、この後の新しいのに比べても一番、構成やら、ストーリー性やら、音楽やら一番よくできているんじゃないか、と思うぜ。ふん、そうなんだ。ま、楽しみにしてくれ。もう、うつ主は死んでいるだろうけど、今現在より後は、どんな風になるんだろうね。今のゲームの延長線上では進化しないんだろうな。うつ主的には、リッチレーサー7のムービーで十分らしい。ポリゴンカクカクが、マシになってるわ。そのあたり、この作品は尖った挑戦をしているんだな。同じ初代プレステでも、2年経てばソフトが進化するのね。うつ主大好き、バーチャファイター3も。はじめは、セガサターンで出す予定だったしな。そう思うと、ドリームキャストやプレステ2は、すごい、ハード側の進化だったんだな。そうだねー。じゃ、次に進むぜ。今度はこれから、何年進むの？間に、深み愛が登場するから、それは飛ばして。次に永瀬玲子が出てくる、6年後だ。この時代の6年は大きいわねー。てか、うつ主、深み愛は飛ばしちゃうのね。うつ主は、そんなやつだ。次、行くぞ。おう、PSP やん。当たり前だが、携帯ゲーム機なんで、液晶が小さいぜ。画像自体は綺麗で、かつ、HDMI で出力しているが、それでも、ちらつくんで、これも、ノイズ除去しました。ローディング。これも、まだナムコだけ。あ、ミニゲーム、出た。最近のパターンになったわね。なんか、妙に安心するよな。そうよね。よし、そろそろ消えるぜ。合点。
Ridge Racer。 リッジレイサーズね。そうだぜ、6年でだいぶ変わったろ。もう古いけど最新のリッジレイサー7の永瀬玲子とほとんど変わらなくなったわね。そうだな、見方によってはこの後さらに微妙に変わるが。それに、ウプ主、リッジレイサーズも持ってたんだね。それが、リッジレイサーズ2のパッケージはあって。ずっと、リッジレイサーズ2のユニバーサルメディアディスクが当然入っていると思っていたんだ。違うのが入っていた？そうなんだ、ウプ主が、ある日開けてみて。老眼の目で見たら、最初はわからなかったが。よく見ると、リッジレイサーズ2じゃなくて、リッジレイサーズが入っていたぞ。まあ、よくある、いわゆるあるあるだわね。それに、ウプ主、若い頃は PSP でサクサクできたが、今やると、持ちにくいわ、液晶が小さいわ。液晶が基盤で、昼のレースか夕方のレースかわからんくらいで。PSP を投げそうになってたぞ。ウプ主、もう歳だからねー。で、ウプ主、HDMI でテレビに出力したぜ。それでも、PSP のアナログパッドでのステアリングには苦労したぜ。今は別売りコントローラー、ないもんね。パッドのスライドより、スティックで倒す方が操作性がいいんだな。じゃ、次は、おなじみリッジレイサーズ2ね。それが、間に永瀬玲子の出る作品があるんだ。あったっけ？これの翌年発売だぞ。へぇ、翌年。じゃ、それを見るぞ。なんだろう？楽しみー。これ。Xbox 360。 ウプ主のは HDMI 出力なので綺麗な画像ですが、一応ノイズ処理してます。あった、あった、この画面。まだ、バンダイの入らない、ナムコだけ。ソニーばっかり見てると、新鮮だぜ。出た出た、ミニゲーム。消えるぜ。だんだん、思い出してきましたそうだったわねー、リッジレイサー6は Xbox 360だったわねー。至る所に六角形が出てくるぜ。まよくあるが、もう永瀬玲子も今というか最新の感じねだな。まあしかし、ウプ主よく Xbox 360持ってたわねー。実家に2台まとめて置いてあったぜ。ウプ主、2回買ったの？いや、1回しか買っていないぜ。もしかして、それって。そうだ、ウプ主のは初期型だったんで、故障しまくったぞ。あの有名な、リングが赤く3つ点灯するあれね。それや、どうしようもなくて、ウプ主、確か2回修理に出したぞ。2回も、確かな、で、直ったん？直らなかったのか？うるさいユーザーと思われたのか？最後は、故障して送ったのと、全くの新品が届いたぞ。それで2台なのね。それも、マイナーチェンジものが来たぞ。ウプ主が買った初期型は、D 端子だったが、新品には、HDMI 端子がついていたぜ。それで、この動画も HDMI で出力しているのね。そうだぜ、怪我の功名か？まあ、そうとも言うかな？今回、久しぶりに起動させるにあたって、二代目の方も動かないだろうと思っていたが、なんと、普通に起動して、ウプ主、ビビったぜ。なるほどねー。当然、リッジレイサー6のセーブデータもあったぜ。おお。それと、久しぶりにコントローラーを触ったが、
プレステ5のデュアルセンスと、決定、キャンセルボタンの配置が一緒だったんだ。プレステ4までと、逆になった配置ね。当時は、なんとも思わなかったが、海外では、この配置が普通なんだな。じゃ、デュアルセンスが、やっと海外の配置に合わせたのね。多分、そうだろうな。どれくらいの方々が、リッチレーサーを普通のコントローラーで遊んでるんだろうね。うぷ主なんか、ドリキャス純正のハンドル型コントローラーが最後だぜ。実家に、ネジコンが箱入りで保管してあるが。うぷ主、大きいものが嫌いなのね。うぷ主、ジョグコンも買ったが、ほとんど使ってないな。それより、久々にリッチレーサー6をプレイしたが、うぷ主は、リッチレーサー7より、難しいと思ったぞ。へぇ、うぷ主が、そう感じたんなら、そうなんだろうね。リッチレーサー6の話はキリがないんで、次行くぞ。次のは何年後？また、翌年だぜ。行くぞ。おお、これは、バンダイナムコになったし。もう、わかったよな。これも、PSP ですが、プレステ5版なので綺麗ですけど、一応ノイズ除去してます。見慣れた、ミニゲーム。早く、名前言いたい。レーザーラモン RG か？消えよか。うぷ主のために、消えるわ。このチャンネルじゃおなじみ、リッチレーサーズ2ね。そうや。間に、リッチレーサー6があったんだね。そうなんや。でも、リッチレーサーズとリッチレーサーズ2は、テイスト的には同じね。そうだな、強いて言えば、リッチレーサーズの方は。まだ、車を見せよう、という気が強いな。エンディングムービーもそうだが、リッチレーサーズ2は、永瀬玲子を見せたいって感じだな。うぷ主、大喜びね。せやねん。それじゃ、次はあれね。多分、そうだ。何年後？同じ年の、約2ヶ月後だ。ご存知、プラットフォームが違うがな。ま、ちゃんと、オープニングにはなっているが、ムービーとは言えんよな。ま、見ましょう。もう皆様お分かりと思いますので、言いますが、リッチレーサー7です。当然プレステ3からの HDMI 出力ですが、ノイズ処理してみました。バンダイナムコのロゴが出て、ミニゲームですが消えません。その理由もわかっておられると思いますが、ミニゲームの後、いきなり、スタートボタンを押す画面になります。これです。パッケージにも使われている、新型車、RC410 です。何回やっても、まず、RC410 からしか始まらない仕様です。ここでスタートボタンを押すと、ゲームが始まりますので、押さずに放置します。放置すると、結構長いです。編集しようか？とも思いましたが、そのまま流します。視聴者の皆様方、もう少々お待ちください。もう終わって、画面が変わります。ローディング画面が、この時代にしては長めです。で、ゲームのデモ画面に変わります。画面をキャンセルし、放置すると。Ridge Racer。やっと、うぷ主、大好き永瀬玲子のスタートボタンの画面になります。この話し方、疲れるぜ。スタートボタンの画面は何回やっても。
絶対 RC410 の次に永瀬玲子の順番で出てくるのね。そういう仕様だ。なんか裏技があったら知らんがな。永瀬玲子も、一応スタートボタンの画面なんだけど。さらに、エロ可愛くなったわね。うぷ主、大興奮ね。そうだぜ、それにスタートボタンの画面にしちゃ長いし。ずっと、永瀬玲子、出っ放しだし、クオリティは高いし。今までのオープニングムービーより、出演時間ははるかに長いぜ。もう、このスタートボタン画面、オープニングムービーでいいわね。当然、うぷ主なんか、そのつもりで、RC410 では、ボタンを押さないぜ。それにしても、よくできているぜ。そうだね、このクオリティで、ムービーが見たい気もするけど。そうだな、しかし、車が入ってきて、永瀬玲子の画面が減るんならこのままでいいぜ。この画面もストーリーというか、永瀬玲子が、オチっぽいわよね。多分な、最初の RC410 が、空洞の空力テストかな？次の永瀬玲子は、扇風機にステアリングコントローラーだからな。それが、先に RC410 で、次が永瀬玲子で、笑える人はどうぞ、って感じね。あとは、もういいやったが、このリッチレーサー7で最後なので。永瀬玲子のオープニングムービーやらも最後だぜ。今回はこれで終わり？うぷ主は、オープニングをやったら、エンディングも、って思っているぜ。まあ、そうだわね。その前に、2004年と2006年の E3 出演ムービーがあるんでみよう。ロスでやる、ゲームの見本市ね。そうや。まず、2004年からだ、これは携帯ゲームの PSP を宣伝しているな。それに対して、2006年は、リッチレーサー7はすごいぞって、宣伝しているぜ。まあ、そうだわね。じゃ、続けてみよう。そうしましょう。どっちも、かっこいいわね。うぷ主、大満足だぜ。それで、エンディングムービーなんだが。リッチレーサーズからあるんだ。ほうほう。まあ、流すが、当たり前だが長いんで、また永瀬玲子は最後の方に出てくるんで。永瀬玲子までは、うぷ主が悩んだ挙句、そこまでは消えないぜ。この、さっきから流れてるのね。そうや、これも、HDMI で出力してノイズ除去しているが。PSP はそのまま出力すると、小さくて画面いっぱいには映らない。そこで、出力デバイスにある、ズーム機能でほとんど画面いっぱいにはなるが、少し周囲に残るので、横をいっぱいまでさらに拡大している。そのせいで、PSP 以外のに比べると、どうしても荒くなるんだ。まあ、でも、あの小さい液晶にしては十分綺麗だわ。それと、リッチレーサーズ2と比べると、初めからずっと動画が流れてるわね。
そうなんだ、リッチレイサーズ2の、あれ、これだけ?みたいな感じに比べると、動画も気合が感じられるな。でも、今のところ、車ばっかりね。うぷ主、大好き、永瀬玲子はもう少し後に出てくる。まあ、うぷ主でも、なんでこんなんしてるん?って感じで出るが。へえ、そうなん。音楽はおっさんの、うぷ主が言うにはなんだけど、大人っぽいわね。そうだな、いかにも狙った感じだがな。そういや、オープニングムービーも、リッチレイサーズ2より長いぜ。PSP の、ローンチタイトルってことで気合が入ってるのかな?そろそろ永瀬玲子が出るぞ。じゃ、消えます。てな、感じだ。気合の入れすぎで、空回り気味かな?うぷ主は、短いが、リッチレイサーズ2の方が好きだぜ。そうだろうね。オープニングも短いが、最後がたまらなくいいらしい。やっぱり、うぷ主、変態。しかし、また、この2台が出てるわね。そうだな、いわゆる推しの車なんだろう。だんだん、この2台、見飽きてきたわ。確かに。その点、リッチレイサー7は飽きないようになってるな。そうだね。それで、次は順番で言うと、リッチレイサー6のエンディングムービーね。そうだぜ。だが、リッチレイサー6のエンディングムービーはちゃんとあるが。永瀬玲子が出てこないんだ。え?もしかして、スタッフロールだけとか?いや、ちゃんと、ムービーだぜ。それも、なんとなく、オープニングムービーとテイストが同じっぽい。どんなテイスト ?Xbox360 で発売されたから?かどうかわからんが、なんとなく、黒が基調になっている感じだ。アメリカっぽい?どうせ、世界中で発売されるんだが、多少は意識したのかな?オープニングムービーの、永瀬玲子も黒の衣装だし、肌の露出が少ないだろ?確かに、そうねー。アメリカって、テレビや映画でも、その辺は日本より厳しいからな。もしかしたら、Xbox360 で出すにあたって、マイクロソフトに何か言われたのかな?まあ、うぷ主のアホな推測だがな。それで、永瀬玲子の出ないエンディングムービーって、どんなん?一言で言うと、車だけの動画だ。オープニングムービーみたいに、走りまくり、ゴーン倒しまくり?反対に、音楽の中、車が線で書かれていくって、至っておとなしい動画だ。へぇ。それでも、当たり前だがスタッフロールが流れるので、長い。で、永瀬玲子が出てこないので、今回は割愛するぜ。そうねぇ、視聴者の皆様方にも悪いしね。じゃ、次は、リッチレイサーズ2ね。それで、ご存知、永瀬玲子は冒頭だけで、あとはひたすら長いスタッフロールだけなので。永瀬玲子が出た後はスタッフには悪いが、切って、リッチレイサー7に行くぜ。なるほど。じゃ、そろそろ行くぜ。ちょっとだけ、消えます。やっぱり、うぷ主がいいというだけのことはあるわね。まあな、じゃ、このあたりで切るぜ。あれ、違うやん。リッチレイサー6やん、これ。いやー、うぷ主がなー。このムービーは、今回1回しか出していないなんて。妙にもったいながってなー。まあ、いいわ、アメリカナイズされた、永瀬玲子ね。もうすぐ、リッチレイサー7が始まるぞ。ああ、波の音がしてきたー。また、これも長いんだが、ご覧のように、最初からムービー出るし。永瀬玲子まで、ちょっと、だいぶか?時間あるし。何喋るかなー?
そうねー、てか、まだ灯台。やっと、アスファルト。このエンディングは、音楽だけでもかっこいい？から。私ら消えて、流しておいてもいいんだがな。そうする？でも長いわよ。そうだなー、やっぱり、毎回言う、リッチレイサーの新作かなー。鉄拳は出るけど、こっちは噂聞かないわねー。プレステ3で、リッチレイサー7やって、今回 Xbox360 で、リッチレイサー6久々にやってみて、少なくとも、ウプ主の考えるリッチレイサーは、完成されてるやん、と思ったそうだ。ウプ主、発想力が乏しいわね。ウプ主も、そこそこのモニターでプレイしているが、画像的には十分だそうだ。それも、ウプ主の、網膜の性能か？白内障が始まった？確かに、プレステ3のグランツーリスモ6も、プレステ5のグランツーリスモ7も、見た目変わらんぜ。ロードが短いとか、ネット環境の進化を感じるくらいだな。よく言われるように、据え置き型ゲーム機の時代は終わるのかしらね。ゲーム機としては、行き着くとこまで行ったんだな。これ、永瀬玲子だよな。このシルエットは、そうね。ゲーム内でも、もっと、永瀬玲子を使ってほしいよな。ああ、ウプ主的、貧困な発想ではそうなるのね。気持ちいいドリフト、ニトロはそのままで、次はどうなるのかな。新作が出ればね。VR かな。 VR ねー、レースゲームって、基本、前しか見ないだろ。なので、VR のレースゲームをプレステ4でやったが、結局、VR じゃなくても、見るとこ変わらないんだよな。そうね、レースゲームじゃ、キョロキョロしないもんね。リッチレイサーは、箱車がほとんどだから、ツーシーターの仕様にして。永瀬玲子が運転してくれて、助手席視点から、いろんな方向から見れたり。ガンガン、ドリフトさせてるのを観察できたり。おいおい、ウプ主、大丈夫？なんなら、AI 使って、話しかけたら、こっち見て返事してくれたり。ウプ主、キレてる？最近のバーチャファイターみたいに。永瀬玲子をいろんなコスチュームに着せ替えられて、それで運転させたり。ウプ主、ゲーム性変わってるやん。この、リッチレイサー7のコスチュームで運転、ドリフトなんか見てみたいな。ウプ主、妄想がひどいわ。もう、ウプ主の妄想が止まらないぜ。ウプ主、もうやめた方がいいわ。ウプ主が、それだけ、バンダイナムコに期待しているってことだ。そういうことにして、ウプ主、そろそろ終わったら？この音楽と、この画面になったら、もうすぐ永瀬玲子だな。視聴者の皆様方、正常な思考能力を失っている、ウプ主をお許しください。やっと、信号まで来たわよ。もう、永瀬玲子だ。ウプ主、大丈夫？知らん。起きてる？生きてる？知らん。ウプ主の、あの妄想を続けたら、アカウントを危険にさらしそうなので。また、ちょうど永瀬玲子が出てきますので。今回は、そろそろ終わろうと思います。永瀬玲子の、キャラクターボイスは誰にしようか？もう、永久に。ということで。この、リッチレイサー7のエンディングは、リッチレイサーズ2、みたいに冒頭で切れないもので。30分を超えてしまいましたが、今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。ご挨拶の途中ですが、永瀬玲子が出ますので一度消えます。失礼、大変申し訳ありません。また帰ってきます。できました。続けます。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もしこの動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。こんなことでは
over!